ごめんごめん。おせぞのび太、何してたんだよ。どうせまた居残りさせられてたんだろ。どうしてわかったの。終業式の日にも残されるなんて。まったく君はいつもいつも。普段からちゃんとしていれば居残りしないでいいのよ。静香ちゃんまでそんな。ドラえもん。みんなみんなみんな叶えてくれる不思議なボッケで叶えてくれる空を自由に飛びたいな。はい、タケコプター。あんあんあん、とっても大好きドラえもん。から冬休み、未知の惑星へ冒険しようとジャイアンが言い出しました。僕たちはもちろん大賛成。今宇宙救命ボートを知らない星へと向かっている。一体どんな星に着陸するんだろう。ねえねえドラえもん、どんなところなんだろう。それはわからないよ。宇宙救命ボートは自動的に人間の住める星に連れてってくれるんだよ。ちょっと怖いわ。そこがいいんだよ。どこのどんな星に行くのか分かんない方がワクワクするんだろ。そうそう、僕たちは今大冒険の一歩を踏み出したばかりなんだ。みんな見て、星が見えるわ。わけないだろ。一体どうしちゃったの。着陸する前に何かにぶつかったみたいなんだけど。ねえみんな、外を見て。本当に僕がいなくて大丈夫なの。大丈夫だよ、そんなに遠くまで行かないから。俺がついてるから心配すんなよ。ドラえもんの道具も借りたし大丈夫さ。それより宇宙救命ボートの修理やっといてよ。ごめんなさい、ドラちゃん一人にやらせちゃって。いいよ、それじゃあ僕はボートの修理をしてるからね。僕の道具があるからって危ないことはしないでよ。あん、それじゃあ出発。みんな見てみろよ、町があんぞ。ほんとだ、すごい建物。たけしさん、スネ夫さん。ちょっと待ってね。
無事みたいだね。みんな怪我はない？それどころじゃないんだ。わかってる。ロボットたちがいたんでしょ。そうなんだ。あれ、どうして知ってるの？この星危ないよ、ドラえもん。早く地球に帰ろう。それが宇宙救命ボートが直せないの？それは大丈夫なんだけど。じゃあさっさとやっちゃえよ。できんだろ？帰れなくなっちゃったんだ。どうして？それは私から説明します。なあ、ロボット？慌てないで、大丈夫だよ。君は誰？私はこの星の宇宙ステーションを管理しているロボットです。プレタンと呼んでください。それと地球に帰れない理由とどういう関係があるの？宇宙救命ボートがあんな着陸をしたのはこの星の宇宙ステーションと僕たちの宇宙救命ボートが衝突したからなんだって。衝突？僕たちは怪我もなかったし、宇宙救命ボートも修理すればすぐに治るけど、宇宙ステーションの方はかなり危ないみたいなんだ。あの事故で宇宙ステーションのエネルギー炉が故障してしまいました。このまま放っておけば爆発してしまいます。そんなことが起こっていたなんて。宇宙ステーションにはこの星の人が何千万人も冷凍睡眠をしています。冷凍睡眠？人間を凍らせて眠らせておくことだよ。そうすればそのまま何百年でも眠り続けることができるんだよ。うわぁ、寒そうだね。お願いします。私をセントラルコンピューターまで連れてってください。セントラルコンピューター？この星を管理している大きなコンピューターです。一刻を争います。詳しいことは後で話します。そこに行けばこの星の人を助けられるのね。はい。私たちのせいでこんなことになったんだわ。プレタン、私たちこそお願いするわ。手伝わせて。こんなところでのんきに話をしてる場合じゃないよ。早く行こうぜ。ちょっと待ってよ。なんだよ、スネ夫。おかしいと思わない？さっきのロボットのことだって。ははん、さてはお前、怖くなったんだろ。そんなことはないけど。まあ心配すんなって。あんな奴らこの俺様がぶっ飛ばしてやる。